幕内最高優勝31回、53連勝など、数々の栄光を手にした昭和最後の大横綱千代の富士。1989年には、相撲界で初めて国民栄誉賞を受賞。そして、1991年5月に現役を引退。引退後は九重部屋の師匠として、大関千代大会などを輩出しました。輝かしい実績を残した千代の富士ですが、不思議なことに引退後の相撲協会ではナンバー2の事業部長止まりだったのです。これだけの実績があれば理事長になっていてもおかしくないのですが、なぜ千代の富士は出世できなかったのでしょうか。千代の富士は現役を引退した後、それまでわずか2人にしか与えられていなかった一大年寄りを相撲協会から授与されています。一大年寄りとは、協会に著しい貢献のあった横綱の功績を称え、個人一代限りで親方として待遇する制度です。現役時代のしこ名のまま親方になれるのが特徴で、過去には大鵬と北の海に与えられ、後に貴乃花にも与えられました。いずれも相撲の歴史に名を残す大横綱と言っていい存在です。そんな一大年寄りを千代の富士にも与えられますが、彼は使用することはなく九重を継承。一大年寄りを辞退した理由はいくつかあるとされていますが、部屋の名前は一代限りではなく末永く続くものにしたいという理由によるものでした。千代の富士は一代年寄りと九重部屋を天秤にかけた時、九重部屋を継承する方が優先度が高かったのでしょう。千代の富士部屋として新しく部屋を起こすのは大変であり、すでに幕内力士も多く環境が整っていた九重部屋を継承した方がメリットが高かったのかもしれません。実際に千代の富士の師匠である北の富士は、大関時代に出羽の海部屋から独立して九重部屋所属になったことで生活状態が厳しくなったといいます。こうした背景を知っていたのなら、独立するよりも部屋を継承した方がいいと感じてもおかしくないでしょう。また九重部屋を継ぐことで自分を育ててくれた部屋や師匠に恩返しをすることもできるので、千代の富士は九重部屋を継承したのかもしれません。こうして一大年寄りが与えられるほどの実績も十分にあったことから、千代の富士は指導者としてだけではなく相撲協会を運営していく立場としても期待されていました。ですが2014年1月に行われた相撲協会の理事選の結果に世間は驚きました。親方97人による投票が両国国技館で行われ、定数10人に対して11人の親方が立候補。その結果、なんと千代の富士が最下位で落選。獲得した票数もわずか5票だけでした。千代の富士はこの2年前に行われた理事選で協会内でナンバー2の事業部長に就任しています。さらに初場所中は病気で療養していた北の海理事長に代わって理事長の職務を代行するなど、世間的には次期理事長候補と思われていたのです。それではなぜこのような結果になってしまったのでしょうか。そもそも相撲協会で理事選が行われることは少なく、基本的に理事選を行う前に話し合いで10人の理事を決めてしまうことがほとんどです。ですが2014年は話し合いでは決まらず選挙になりました。ここで千代の富士は仲の良かった北の海理事長から票を回すと言われていたそうです。ただ実際に票は回されず落選したのではないかと噂されています。これは選挙の時に北の海理事長と千代の富士が対立していたこともあるようですが、千代の富士はもともと人望がないと言われることも多かったのです。この落選をきっかけに協会内で千代の富士はあまり人気がなかったなどの噂も出るようになったといいます。そもそも千代の富士は性格があまり良くないことも知られていて、各界内での評判は元から良くなかったとされています。さらに千代の富士は現役時代から八百長が噂されていた力士でもあり、実際に千代の富士の八百長を告発した本も出版されているほどです。そういった現役時代の行動もあり、悪い噂が多いのも確かでした。2023年2月20日、千代の富士が建てた旧九重部屋が飲食店に改装され、ちゃんこ千代の富士としてオープンしました。この店は千代の富士の妻がオーナーで、実際に稽古で使われていた土俵の横で九重部屋伝統のちゃんこを堪能できるということもあり、開店初日から予約が殺到。ただこの建物をめぐっては複雑な経緯があったといいます。千代の富士は親方襲名当初、先代の北の富士が部屋を構えていた墨田区の建物をそのまま使っており、譲り受ける形ではありませんでした。
これは金額などの条件面が合わなかったとされており、千代の富士が住居として使っていた墨田区の石原に新たに九重部屋を建てています。そして元々の九重部屋の建物には千代の富士の弟弟子でもある北斗海が部屋を起こすことになりました。1993年に独立した八角部屋では力士4人に加え、当時の九重部屋の部屋付き親方4人が移籍することになります。当時北斗海が千代の富士に対して新しい部屋に行司と床山を回してほしいと頭を下げたところ、千代の富士は却下してしまいます。こうして2人の関係がこじれ対立していきました。現在の理事長は元北斗海でもある八角理事長ですが、理事長に上がれたのも協会に大きな影響力を持つ北の富士の後ろ盾があったからだとも言われています。それに対して千代の富士は一門の中に支援者が集まらず、選挙のたびに理事になるのも四苦八苦することになりました。また千代の富士が少数派の高砂派閥だったことも影響していると言われており、近年の各界は最大派閥の出羽の海一門の意向を無視して理事長にはなることができません。そしてその出羽の海一門には理事長に6度選出された北の海がいました。九重部屋のために一大都市よりも断った千代の富士ですが、関係性がうまくいかず理事選で苦労することになってしまったのです。ただ千代の富士の指導力は確かなものだったという関係者の声も多くありました。千代大会をはじめ多くの関取を育て、現在も多くの力士が活躍しています。さらに部屋の関取が全員勝った日には焼肉を食べるというルールもあり、弟子の育成や部屋の環境づくりの評判はとても良かったのです。千代の富士が2016年に亡くなった後は墨田区の部屋を千代大会が継ぎますが、2021年には葛飾区に移転しています。大横綱だった千代の富士が稽古をした部屋なので、本来であれば移転などせずそのまま継いでいくべきでしたが、金銭面など様々な事情が重なり、それは叶わないことになってしまいました。それだけではなく、最終的にはちゃんこ屋になってしまっています。もちろんファンとしてはちゃんこ屋に形が変わっても、実際に千代の富士が稽古をつけていた土俵で料理が楽しめるのでいいことではあります。ですが相撲界の伝統としては残念でもあり、その裏には様々な事情があったのです。彼がもし理事長になっていたらどんな未来になっていたのでしょうか。いかがでしたか。一大都市よりを授与されるほどの偉大な横綱だった千代の富士ですが、引退後の相撲協会での立場はナンバー2止まりで終わってしまいました。世間的には理事長候補とまで言われていた千代の富士でしたが、出世できなかった理由もたくさんあったのです。現役時代の功績が必ずしも引退後に比例するわけではないという相撲協会の闇が見えた一面もあったのではないでしょうか。